今、再び復讐の時。なんか違うな。再び愛見舞える時か。まあどうでもいいわ。はい、というわけで皆さんこんばんは、青翔でございます。アーケータナやっていきましょう。今回の獲物は、はい、もう目の前にいますって。ああ、やべ、攻撃されてる。はい、こちら。ポーラードラゴン。名前が見えない。ポーラードラゴン。はい。いつぞやのポーラードラゴンです。今回こいつをテーマしていきます。っていうか、あれじゃん、ほら。ノックアウトテーマになってる。前回会った時はパッシブテーマで手渡しだったのに。で、レベルが足りなくて手渡しテーマできませんよっていう感じだったんだけど、ノックアウトになってんじゃん。アプデで変わったのか。そして、エターナルプライムミート33個食べるみたいなこと書いてあるんだけど、なんやねん、それ。33個って食いすぎやろ。ま、残念ながらね、今回は、餌忘れてきたんで、これ眠らせてから、後で取ってきます。いけるよね、これで。ああ、全然火力ねえわ。全然火力ねえ。ああ、オッケー。あ、これでいきます。もう、5択いいんで。はい。5択はいいんで。あ、もうそんなこといいんで。とっととやろうぜ。そんなこといいんで。はい。どっちのブレスが強いか。俺とお前のブレスどっちが強いか、ちょっと確かめてみようぜ。おー。まあ、なかなかやるんじゃない？あ、君も頑張るよ。うん、君もすごく頑張ってるよ。うん、すごい能力ですね。でも勝つのは僕たちです。え、ちょっと待って。逃げるの早すぎ、ワロタ。え、逃げ足は速い。逃げ足がすごい速い。あ、すごい。めっちゃ褒められるとこあった。めっちゃ逃げ足速い、こいつ。ほら。めっちゃ逃げ足は速かった。よし。じゃあ餌取ってくるか。え？なんかすでにレベルが上がってるんだけど。なんだこれ。すでにレベルがなんか上がってる。どういうことだこれ。あ、オッケー、テーブできてる。目の輝きが失われている？寝てるとき。なんか少し目がくすんでるように見えるんだが、さっきより。やべえな、33個って結構時間かかる食べるの。あ、そんなことねえわ。めっちゃ食ってるわ。おい、オッケー、リベンジ成功！ポーラードラゴン！そして、最初から懐かしいんだけど、レベルが上がって、あ、挨拶のブレスですね。はい。どうも。よろしく。あ、よろしく。どうも。普通に乗れますね。オッケー。おお。やべえ。足遅いけど、めちゃめちゃ威圧感がすごい。ほら。足音。いいね。重厚な見た目に重厚な足音。いいじゃないですか。じゃあ、まず、恒例の、Y1 のサドルがつくかどうか。あ、つきますね。オッケー。とりあえず Y1 のサドルがつくということは判明。はい、了解です。はい。サドルはなくても乗れるけどね。あ、待って、インプラントが埋め込まれてる。ほら。え、すごい。なんだ？なんかウルトラマンに出てきたなんか怪獣みたいじゃん。なんかいたよな。なんかこういう、なんか埋め込む、カラータイマーみたいなの埋め込まれてる怪獣いたじゃん。なんだっけ？忘れちゃったけど。どのウルトラマンに出てきたかも忘れちゃってるけど、なんかこんなやついたよな。すごい。もしかしてお前、元は人間か？実は、ポーラーさんっていう人ですか。アークエターナルディのフィニッシュドモデル。フィニッシュドモデル。あ、はいはい。アンド、アニメーションズフロム、シャドール？ユーザーアルファワイバンサドル。あ、オッケー。OC&X がエクストラアタック。あ、ちゃんと書いてあるわ、全部。オッケー。じゃあ、確認してみましょう。ちょうど良さげな獲物も大量にいることですしね。はい、じゃあ、まず殴っていきたいんだけど、メレー 560？ てかさ、レベル上がってないね。レベル。この子ほら、テイムする前、もう740レベルで、テイムした後も740レベル。上がってないな。あ、そっか。要するに、テイムした後自分で上げるようでこれでレベルが振り分けられてんのか。なんか、なんかモンハンっぽいんだよな、声が。まあいいや。じゃあ、とりあえずちょっと殴ってみますか。左クリックが、これ、ヘドバンだね。左クリックヘドバン。で、右クリックが、なんだ？え？すごい！テールアタックだ！炎をまとうテールアタックだ！おー！超かっこいい！テオテスカトルみたいだけど。テオテスカトルがなんかちょっと炎をまとったみたいな感じになってるけど。左コントロールキー、特になし。シフトなし。Z。あれ？ Z なんかなかったっけ？
あ、違う、OC か。じゃあ、大きい。ん？何もないぞ。C は。あ、C あった。あー、これが謎のなんか紫ブレスだね。謎の、なんだろう、電気のような、炎のような、ちょっと謎のブレス。で、クールタイム結構長いな。あ、長いな。あ、クールタイム長っ。全然打てんやん。そっか、野生の時も全然ブレス連発してなかったけど、クールタイムが異常に長えのか、これ。そういうことか。じゃあ、X は。ああ、ライトニングブレスね。ライトニングブレスだっけこれ。なんか、これ食らってる時凍ってなかった俺。ああ、やっと吐けたわ。このシーキーのブレス。ん？これは、ブレスを交互に打つことでクールタイムが相殺できるとかそういう仕様かこれ。ああ、そんなことはないわ。どっちのブレスも結構クールタイム長いわ。あ、でもまあ X キーの方はまだマシかな。火力見ましょうか。じゃあとりあえず通常攻撃ヘドバンから。2468か。で、右クリックのこれはちょっと当たんない当たんないんだけど。当たんないんだけどさ、これ走りながら尻振れるよこれ。これに関してはクールタイムないのか。ちょっと待って、マジで当たんない。あー、オッケー、当たった、1234だ。で、炎上してますね。この炎上は？あー、この炎上はスリップダメージ。ちゃんとドラゴンと同じだ。ドラゴンと同じ判定だわ。オッケー。じゃあちょっとシーキーのブレス。おお、当たる。ああ、結構ちゃんと当たるじゃない。ああ、まあ当たり判定はまあちょっと置いとけ。投げクールタイム全然打てない。打てた。800、まあワンパン802ぐらい。ちょっと X キーのブレスを最初に。ああ、X キーは、ああ、死んじゃった。まあ X キーのブレスはこんな感じで凍結すると。ああ、いいじゃん。これで一応動きが止められるから、このブレスは強いね。まあ、あんまり長いこと止められないけど。C キーも凍結？これ。あ、C キーも凍結か。で、X キーも凍結。こう見えてこいつ、基本的な属性、氷なのか、こいつ。これ、この体は全て氷でできている。なんか、個人的にはなんか、黒曜石でできてるっぽいなとか思ってたんだけど。体は黒曜石でできてんのかななんていうふうに思いつつ、その実、氷なのか。その実、アイス。この子の体は、漆黒の氷でできている。超かっこいいじゃん。で、ごめんなさい、ちょっと順番が前後したんですけど、移動性能に関しては、まあ、飛んでる速度こんなもんすね。大体こんな感じ。うん。大体こんな感じで、旋回性能は、まあ、あんまり、まあ、悪くはないかな。全然悪くはないね。あの、スピードがそんなに出てないから、なんか制御がしづらいタイプではない。ちゃんとね、しっかり曲がってくれる。まあ、あの、タペアラとか、あとあの、ダイビングワイバーンみたいな、あの、なんか、他のエターナルの飛行生物みたいな、なんか、あの、異次元な、なんか、何、カクン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 っていう、なんか、不自然なそういう動きじゃなくて、ちゃんと生物っぽい、しっかり円を描いてくれる。でも、旋回性能は結構いいという。まあ、そんな感じっすね。ちなみに飛んでる時だったら、王は撃てるのか。あ、王撃てる。あ、ゲーム揉ませろよ。何これ何これ。お前やっぱ人間だろこれ。お前やっぱ元人間だろ。体力は1122200で、スタミナが99840。まあ100万あるからいいかなぐらいかな。うん、決して低くはないけれども、まあみたいな。うん、ごめんなさい、意外と見るとこなかったわ。結構多種多彩な能力いっぱい持ってるから、すげえ強いんだろうなと思ったんだけど、あ、てか、あの、殺されかけたからね。一応俺この子に殺されかけてたから、
結構やる子なんだろうなと思ったんだけど、意外と見るとこなくてびっくりしました。はい。まあ、サポート系で敵を凍らせて周りに殴ってもらうみたいな使い方が一番いいような気がする。ビジュアルはすごい好みなんだけどね、こういうやつ。このさ、見た目でね、ベーコンオーバーロードみたいな実力が持ててればすごいいいなと思うんだけど、残念ながらちょっと役不足な、今の段階になってしまうと、このエターナルでは役不足な考えに否めないかなといったところですね。はい。というわけで今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ではさようなら。あ、いいじゃん、これ使えるじゃん、さよならーっつって、さよなら、いようみたいな。